29歳男性が海に転落、自ら携帯電話で家族に助け求める。4日未明、静岡市清水区の海岸で釣りをしていた19歳の男性が海に転落しました。男性は間もなく漁船などに救助されましたが、針にかかった魚に引っ張られ転落したと話しているということです。4日午前4時頃、清水区鴨原の放水路近くの海岸で一人で釣りをしていた近くに住む男性19が海に転落したと男性の家族から110番通報がありました。警察の依頼を受けた漁船と海上保安部が捜索したところ、東に約 1.2 キロ離れた海上で男性を発見、1時間50分後に救助されました。男性は病院に搬送されましたが意識はあるということです。警察によりますと男性はライフジャケットを着用していて、自ら携帯電話で海に落ちたと家族に連絡していました。針にかかった魚に引っ張られ転落したと話しているということです。イチたちを泳ぎしながら携帯かけてるのか、優秀な人材だな。俺の同窓の男は数無も泳げず真っ青な顔してプールを歩くというのに。一応即税。72釣り上げようとして自分から落ちただけだから許してやれ。息あるある。一釣り禁止なところで釣りして転落して流された人かな。でも見つかって救助されてよかったね。ボア、残った釣り道具意識が無事かどうか。だね。